異端児だから。でもみんな大体有名どこ持ってきてるから、やっぱみんなやってたんだなって思います。はい。2754もある。プラキンヒッポなのに2754もある HP が。俺2900もなかった。僕あの適当にやっちゃったわ。しおちゃんお前異端児だもん。だっておかしいの。お前もおかしいんだもん。しかしまあね、今回はですね、またプラキンヒッポですよ。またプラキンヒッポ出てきましたよ。なんかさっきのモモンジャとか格闘パンサーの一件がありましたけど、今度はね、ギガンテスボストロール、もうなんかもうご利用してる感じがね。この圧倒的ご利用してる感何なんですかね。はい。凄まじい脳筋みたいに対して、もうやっぱりプラチナヒップで。そうですね、キラーピアスをした場合は会心は出なくなります。2回攻撃の60秒。はい、プラキンヒップの強さを見せつける形となっております。ね、ギガンテスとボストロールでね、あの、耐久の弱いところをね、シールヒップで補っていく。まあ確かにね、比較的、見るパーティーではあるんですけど、実際問題ギガンテスとボストロールを使う人は、まあ僕の主観にはなるんですけど、外れる。僕の主観にはなるんですけど、モンスターマスターになってないです、そもそも、そんな人。さあ、ぶん殴るのに、威力は強いよ。マジかよ。さあ、ここで。はい、ここで。はい、ここで、痛恨の一撃が。はい、そういうこと。なんだ。これはなんだ。さあ、暗黒ゾーン。素晴らしい。素晴らしい一旦目となりました。痛恨の一撃が当たっていくスタイル。700という驚異のダメージを誇ります。さあここでねスペシャルカードがあるんですよ。この誘惑の踊りでね3体とも止まってしまう未来、ちょっと私見えます。どうでしょうか。なんで、さあなんかね別のなんか別の次元、なんか別の次元です。これなんかちょっとねビッグモンスターじゃないな。なんかちょっと珍しい光景にもなりました。ボストロールとギガンテスが誘惑の踊りで止まるかと思ったんですよ。シードヒポだけ止まりました。なんか珍しいですね。はい。なんかちょっと珍しい光景が今起こっておりますよ、これ。おっと、シードヒポに行く。なんとなんとよくそいつをやれば、あ縦がね、誘惑の上で止まるとはいえ、ギガンテスとボストロールよく止まらなかったなと思っております。よく止まんなかったね、本当に。なんだなんだやべえ、俺まずなんだと思ってもうた。すげえすげえ、ギガンテス回心出した。やべえ、ギガンテスもボストロールも今回やばいぞ、あいつら。え、やばいぞ、こいつら。やばいぞ、こいつら。これ、痛恨時期当たるわ。もうなんかこれね、これ上がるわ。さあ、縦復活。縦復活です。縦復活とはいえ。縦復活しました。これはもうね、ギガデイあたりで詰めていきたいところ。デウさん、分かっている分かっている。判断力ってやつですよ。知ってます、知ってますよ。さあ。さあ、ここでね、再びね、縦のシールヒップが動いてくれる。この働きにね、期待したいところですね。もう、モンマスとしての勝ち筋はね、ボストローの痛恨撃が当たって、ボストローの痛恨撃が当たって、ギガデインを撃てる、ギガデインの環境下に持っていければっていうところですね。はい。おいよ、ここで。そう、電卓ダンスの電卓クルが多分これ威力的にダメなんだろうな。さあ、このぶん殴る突進してきまーす。さあ、ここで痛恨撃を当てれば、もうギガデイン圏内ですからね。これで決まるんじゃないか。どうするんだよこれ。ここまでは互角の勝負です。これは分からなくなっちゃった分からなくなっちゃった分からなくなっちゃった。あしかしここでパーフェクトカード、パーフェクトよく選んだ、よく選んだパーフェクトカード、よく選んだパーフェクトカード。なんでウロボス呪文ガードなの。しかし、デンタックルがね、ここで当たらないのはでかいですよ。
この2体詰めれるか、この強烈なぶん回す決まるんじゃない、さすがにか、さすがにいけるか、おいおいおい、さすがに避けるね、シールヒップさすがの回避率でございます。さあこれボストロールのね、なぎ払うでももう圏内ですよ、なぎ払う圏内には入っております。シールヒップ強えな、シールヒップって強えな、シールヒップって強えな、うん。さあデンタザウンスナイトウィッチをね、シールヒップはあざ笑ってますね、こうしてみるとね、こうあざ笑ってる感すげえぞ。ここでなぎ払う、これで終わるか、はいえいわ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 、オーラ勇気で満ち溢れた。好きなカードを選んで、ミリモコンで切り裂くのだ。悪夢再び、はい悪夢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 です。誰がこんな結末を望んだ、誰がこんな結末を望んだんでしょうか。闇の波動が飛んできた。これはですね、もうね、もうギガンテスとボストロールっていうのはどちらも命中率が悪い技なんで仕方ないと言うべきでしょう。むしろよく当たってた方だと思います、ぶん殴るもね、よく当たってた方だよ、むしろ今まで、うん、でもこんな奇跡はいらない。はい、というわけでね、来たもんパーティーがモンスターマスター全部ドラゴン。はい、全部ドラゴンのパーティーです。なんかいつかの時に見ましたよね、なんかね HP がグッて上がるんですよこれ、なんか HP で3630、なんかえらいことになってまいります、はい、えらいことになってまいります。まあ、でもはこの高いミニモン HP でもう耐えろとかいうことですね。さあモンスターマスターの参戦ですね。モンスターマスターがそこそこ来て私嬉しいんですけど、このパーティーも大体わかります、はい、使ったことあるんですけどね。このドラゴンさん、3786もある。ね、モンスターマスターのね、やっぱね、HP の高さはもう侮れないですよ、こうしてみるとね。はい。さあ、HP 差は互角なんですけど、ここでね、直面する問題っていうのは、やはりデンタザウルス、ナイトウィッチともにね、打撃耐性があるということで、この打撃耐性をいかに貫通するかということになっております。スターフレアはそんなに食らえませんね。やはりメタルドラゴン硬いです。はい。やはりね、おっとドラゴンゾンビ、やはりドラゴンゾンビに行っちゃうか。光に弱いとなるとドラゴンゾンビ207。しかし HP としては比較的余裕がある方ではないでしょうか。さあ、大車輪。大車輪が、ナイトリッチに外れる。キスコ、お前今日もやってんな。キスコちゃん、キスコちゃん。キスコちゃん相変わらずだね。キースダゴン、大車輪命中率がね、どちらかといえば悪い方なんですよ。はい。今までの動画でもね、よくキスコちゃーんって言ってたんですけども、今回もやってますね。さあ、骨の雨を降らす。ドラゴンパーティーね。このドラゴンパーティーの強固な身の回りでどこまでね、検討できるでしょうか。正直ね、まあ、どっちかといえばモンマスパーティーは、この使用上光の玉を使うって感じですかね。はい。ちょっとデッドラインがね、HP1000 以下って感じなんで、このパーティーにとっては。ドラゴンパーティーにとっては、このデッドラインはね、1000ぐらいなんで、HP が。それがちょっと怖いところですね。さあ、スターフレアがいかにね、会心を避けていくかっていう、まあどうしても会心ゲーになってしまうっていう感が否めない。しかし、モンバトは会心ゲーだった。しかし、モンバトは会心ゲーです。はい。今までの流れを見たからわかります。もうモンバトは会心ゲーですね。はい。諦めましょう。もう諦めるしかないんでしょうかね。はい。さあ、スタブレア400出てますね。デッドライン1000なんで、ちょっとそこは怖いところです。さあ、骨の雨を。骨の雨が、避けられ、ナイトリッチ避けるっていうさ、なんかさ、なんかさ、ナイトリッチが避けるとかでチンジやめろや。270結構効くね。打撃耐性貫通してんね。さあ、しかしね、ここで返す。ここで返す。HP 差が返されてるぞ。拮抗しております。HP 差が拮抗しております。いい勝負です。つまりはいい勝負ってことを伝えたい。さあ、デンタザウス、ナイトウィッチね、バトルマスターがね、だいぶ戦ってきましたけど、HP がここで並びました。
間に合わねえ。さあ HP はねほぼ互角まで持っていきました。よく耐えてる方だと思います、ドラゴンパーティー。さあしかしモンスターマスターは勇気をちょっとこのターンためのは厳しいか。どうしても勇気をため切るのは厳しいでしょうか。さあデッドラインのドラゴン切りが降ってきました。1080になりました。残りが一気にね、もう一気にね一気にもうね HP が減ってる気がします。こうしてみればいてつ風です。ここで風がなんで風を吹かす19 ナイドウィッチのね19はちょっとまずいですけどナイドウィッチ19はまずいって。しかしなんとか耐えております、なんとか耐えております。このスターフレアを耐えればチャンスが出てくるんじゃないですか。あ、スターフレアじゃない、スーパーノーガじゃん。しかも耐えれんじゃん。耐えれるよ、耐えれるけどよ、これは僕のミスのせいで、これ多分勇気たまんないかもしれないです。おっしゃ、おっしゃ、キスコー、キスコー、とんためろキスコちゃん相変わらずなんだこうね、僕って時々僕がこうプレイするとなんかこのモンスター持ってるなーってあるんですよ。はい、今までかつてね数々のドラマをね生み出してきたキースドラゴン、今回もやってくれました。いきます、ダイメントボタンいやーキスコやってくれましたといやー今ここに勝利を収めました。なんだこれキスコやべえぞこいつ、大車輪でなぜ会心を出せるんだお前はまたこれも電プチ案件じゃんすげえ